というわけで始まりましたゴスペルレディオステーション、 DJ 美和子と DJ のぞむがお届けいたします。さあ2月も終わりに近づいてきましたね。はい、春がどんどん近づいてきています。あの3月になると桜が咲き始めますよね。そうですね、はい、あの2月の初めの頃からですね、もう開花予想っていうのが出てるんですよ。あ、そうなんですね。はい、あの早くから分かるんだなって思うんですけども、うん、桜が咲くと春だなっていう気持ちが本当ですね、はい、しますね、はい、新しいことが始まる季節っていう感じもしますね、はい、あのもう目の前に迫ってきてますよ。私の友達はですね、3月に学校を卒業して4月から就職なんですね。あら、まあ、はい、で一人暮らしを始めるんですよ。はい、そんなわけで引っ越しの準備を一生懸命しています、うんうん、なんか嬉しそうだなって思うんですね。まあ新生活ね、いろいろ期待できることもありますもんね。そうなんですよね、新しいことってね、多分不安もちょっとあると思うんですけど、はい、どっちかっていうとやっぱり楽しみが大きいですよね、きっとね、はい、特にこう引っ越しの話をしてるわけじゃないんですけれども、なんか今までと違う空気があるなっていうふうにね、うんうん、そんなこと感じてます。はい、こうやって人って大人になっていくんだなって、こう見てる側もねちょっと嬉しくなっています。ワクワクしますね。はい、あの本当はね、実際は一人暮らしってすごく大変なんだよねってねまあ言ってしまえばね、まあ、そういうこともあります。まあ、言わないですけど、まあまあまあ、はい、で私はそれを知ってるので、はい、まあ、心の中で頑張れっていう風に ねエールを送っているわけです。はい、きっとたくさんの人が新しいスタートにワクワクしていて、多分それを見守っている人が頑張ってねっていうエールを送っている、そういう時期なのかもしれないなって思います。はい、ゴスペルレディオステーション、今日もバイブルのグッドニュースをお届けしてまいります。